どうもです、えー、と今日はですね、えー、人生を変えるにはということについてお話しさせていただきたいと思います。これ、ね、人生自分の人生をね、えー、変えたいけど変えられないと思っている人も、えー、中にはいるんじゃないかなというふうに思うんですけども、えー、そうですねその人生をなぜ変えられないというかその 変えられないかというととうその今まで同じ行動を繰り返すと同じ結果しか出ないのでやっぱり人生を変えることは難しくなってくるんじゃないかなというふうに思います。で、えー、なのでね、えー、人生を変えるにはどうしたらいいかというと。 えー、違う行動をしたらいいんですねじゃあその前にですねなぜ、えー、同じ行動を繰り返してしまうのかということですね、えー、人間はなぜ同じ行動を繰り返してしまうのかというとですね、えー、人間にはね、えー、生命維持能力 えー、命を守るために、えー、する能力っていうかそういうのがたけてる一番強い能力なんですねだから危険を察知したら動く、あのー、その逃げたりとかそういう能力がすごく高いんですね。えー、自分の命を守る能力 が高いといととうことなんでどうやったらその命を長く持たすことができる命を長くできるかっていうのは今まで経験してきたことをすることによってですねつまり同じ行動をすることによって えー、長く人生を生きられるとその方が安全だからという風になるんですね。そういう風うに脳は考えるんですね。だから、えー、余計なことをしないで、えー、今までと同じ状態にするように脳は持っていくんですね。 そのために同じ行動を繰り返すんだということですねそのことを頭の中に入れておいてですねだからあのー、同じことを繰り返すのは仕方ないんですけども、えー、人生を変えたければ、えー、違う行動をしなければいけないんですねつまり、えー、安全領域の外ということですね、えー、安全領域にいるっていうのが自分の行動を今までの経験のあること安全やと分かることをすることが安全領域の中にいることなんですけども その外に行くことによって、えー、その人生を変えていくことができるというふうになってくると思うんですね。であの安全領域に外に行くっていうことはえー、っとその。 無茶をするとかいうことではないです。例えば借金をする、借金を無茶するとかですね、えー、危険な行為に出るとか、そういうことではなくてですね、自分の今までに経験していないことをするということですね。何でもいいですね、小さいことでもいいんですけども、えー、違う経験をするということですね。そういうことをすることによってですね、えー、ちょっとね、 あのー、その経験をするとですね、えー、気持ちがちょっと不安になるんですね。なぜ不安になるかっていうと、その不安になることによってですね、えー、その。 生命が脅かされるというかその経験がないんで怖いっていう感情がこう加わってくるんですねそれで不安になるんですだからそういう状態になったら、えー、行動をしなさいっていうことなんで、えー、行動が促されるんですねでその行動をすることによってですねあのー、人生を変えることができるということになるんですねだからですねその未知のね、えー、経験をする えー、小さいことでいいんでそういうことを繰り返していくことですねそうすることによって、えー、行動が促されてですね、あのー、新しい人生を歩むことができるということですね。そそそのののの時にねねでででできればです、ね、その大まかでいいんで自分のその 向かう目的目標みたいなものを、えー、作ることができていればなおいいですね。でそっちがぶれない目標を作ってそっち側へ向かっていくためにいろんな行動を起こしていくとですね、えー、人生は変わっていくという形になると思います。ということで今日はですね、えー、人生を変えるにはということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます